はい、どうも皆さん、こんにちは。えゼコです。それでは今回なんですけども、三井住友カード、ドトールコーヒー、ビザタッチ決済、追加情報、救済措置あります。ということで、今回は三井住友カードについてですね。この動画では、今現在開催中のドトールコーヒー、ビザタッチ決済のキャンペーンで、ちょっとした救済措置に関する情報についてお伝えします。もし、キャンペーンに参加された方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは 行っ,てみうってことでね、こちらが今お伝えした三井住友カードとドトルコーヒーのビザタッチのキャンペーンなんですけども、まあ、キャンペーンの内容はざっとこんな感じでございます。期間がね、今月いっぱい31日までで、対象のドトルコーヒーでビザタッチ決済を行ったら、まあ、最大2000円相当もらえると。で、対象のカードなんですけども、三井住友カードが発行するタッチ決済対応カードと。で、特定の内容としたら、まあ、2点なんですけども、税込み1000円から1999円分決済したら、1000円分の V ポイントギフト。そして、ご料金額が2000円。 2000円以上税込2000円以上決済した場合は2000分の V ポイントギフトがもらえるっていうねかなり熱いキャンペーンでございますでこのキャンペーンに関しての動画をちょくちょくね動画アップしておりましてこちらの動画でもまあ、実際に決済してねビザタッチが伝わらないということであったりとかまあ、補足に関する情報をお伝えしてたんですけどもそこからですねさらに追加情報がございますでこの追加情報に関したら主にですね 今回のこのキャンペーンの対象外店舗であったりとか別カードで決済された方向けの情報でございます。 おそらくですね、僕の視聴者さんの中でも、これに該当される方が中にはいらっしゃるのかなと思いますので、ぜひちょっと見ていただければと思うんですが、まあ、実際にですね、公式ページがかなり分かりやすかったので、そちらを見ていきましょう。これが今回のキャンペーンページなんですけども、今回ですね、ツイッターにもつぶやいたんですが、2021年7月21日水曜日更新ということで、本日動画をアップする日程ですね。この赤いところからまず見ていただきたいんですが、本キャンペーンにおいて対象とならない店舗、米1ということで、ここの米1 1のところなんですがクリックすると対象とならないテンポ1なんていうのがこれはですね後々になってあのずらーっと情報が出てきたんですよね。 これが対象とならない店舗ということで、および対象とならないご利用方法、米印2ということで、これですね、デビットカードによるビザのタッチ決済ということで、まあ、三井住友なので、SNBC デビットカードですね。まあ、そういったことがあるにもかかわらず、ご案内が不足しておりました。本キャンペーンを楽しみにされていたお客様には、ご心配、ご迷惑をおかけしたことを深く覚え申し上げますと。対象とならない店舗でのご利用、もしくは対象とならないご利用方法で決済されたお客様につきまして、 はお客様からの申し出に基づき弊社にて内容を確認取ることができれば本キャンペーンの対象のご利用とさせていただきますということでございますまあ、ちょっとね喜んでいいのかどうかわかんないんですけどももし該当される方はですね救済措置があるということでございますのでここはちょっと見逃せないところかなと思います で、該当される方はですね、以下1、2、もしくは2となりますということで、2021年7月1日木曜日から7月8日8日ですね、木曜日までに、ドトールグループの対象とならない店舗でビザのタッチ決済でご利用いただいたお取引。これがまず一つ目。 そして二つ目は、2021年7月1日木曜日から7月8日8日木曜日までにドトールグループでの全店舗で対象とならないご利用方法でご利用いただいたお取引ということでございますので、その件についてそれぞれですね、問い合わせ方が変わっておりまして、まず対象とならない店舗、対象外店舗でま決済された方に関したら、専用の申し出フォームっていうのがあるので、ここから申し込みを行っていただきます。そして対象とならないご利用方法、いわゆるその SMBC デビットカードで決済された方、 はでですねここの SNBC デスクへごご紹介くださいということでございととうざますすででここちらに問いいい合わせるる必要があるということうございますまずですね、この対象外店舗で掲載された方のお申し出フォームというところですね、クリックすると、まあ、こういったページが出てきます。受付期間ということで、8月15日までとさせていただきますと。なので、この動画を見ていただいて該当される方は、とりあえずこの動画を見た後に、すぐに申し込みを行ってください。で、その時にですね、必要な項目っていうのが3点あるということで、まあ、使った日ですね、そして使った 金額これ税込みの金額そしてご利用店舗の店舗名とこの3点が必要となりますのでまあおそらくねご自身が利用された店舗とかまあ使った金額に関したら VPAS アプリとかでも確認できるかと思いますのでまあそこからねぜひ確認していただければと思いますであとは VPAS ログインに必要な項目2点をご用意くださいということでね VPAS アプリも使っている方はログイン ID とパスワードをご存知かと思いますであとここも重要ですねお取引はカードごとに1件ずつお申し出くださいということでございますのでまあ複数枚ね取引 引きをされた場合はしっかりと一件ごとに申し出いただく必要がありますとまあ、ちょっとねお手間かかるところはあると思うんですけどもま一、あ、つ一つ申請してくださいということでその際はねこの手続きはこちらからっていうところからもうぜひ行ってみてくださいで先ほどお伝えしたもう一点の対象とならないご利用方法いわゆるその SMBC デビットカードで掲載された方に関したらこれそのままですねこのワードで検索をかけたらですね三井住友カード SMBC のデビットデスクっていうところがですね出てきましてまあ、これがナビダイヤルっぽいんですけども ま、東京03の番号とか、あと大阪の番号もありましたんで、もしね、楽天モバイルとかかけ放題とかで電話される方は、おそらくま、こっち側にかけた方がいいかなと思います。ちょっと僕も問い合わせたことないので分かんないんですけども、もしね、気になる方はこちらの方も概要欄にリンク貼っておきますんで、見ていただければと思います。 ということでね、今お伝えした内容をざっとまとめると、7月1日から7月8日までの間に、いわゆるその対象外店舗でビザタッチ決済を利用された方、ドトルコーヒーとかの対象外店舗で決済された方、そして同じ日、1日から8日までの間に SNBC のデビットカードで決済された方、それぞれ該当される方がいらっしゃったら、今お伝えした方法を踏まえて、8月15日までに申し出フォームから手続きを実施してください。デビットカードに関しては専用のデスクがあるので、そこで問い合わせて確認を行ってください。ですけども1つ 注意点としたらですねプリペイドカードで参加された方はですね従来の案内通りこれは対象外となっておりますこれ元々キャンペーンページにも記載あったんですけども例えばビザプリペとかあと家族のお財布とかそういったもので決済された方はもともと対象外だったものになるのでそういった方はですね該当しませんので気をつけてください以上がドトルコーヒーキャンペーンの救済措置についてでございましたで、ちょっとですね尺が余ったので余談にはなるんですけども、まあ、ご存知の通りですね僕が持っている三井住友ナンバーレスのカードっていうのはマスターブランドの のカードなんですよね、まあ、結構前の動画でも、まあ、このマスターブランドを作ったまあ理由ということで動画をアップしたんですがちょくちょくちょっと思ってたことはあったんですけども やっぱりですね、ビザブランドがちょっと欲しいなっていう風に思ってきたんですよね。おそらくですね、僕の動画を見ていただいた上で、まあまあスターブランドを作られた方っていうのは結構いらっしゃると思うんですけども、やっぱりですね、このビザの中でもやっぱキャンペーンがあったりすることが多いので、今回のドトールも含めてですね、まあ今だけかもしれないんですけども、正直、ビザブランド欲しいなと思って、本当にね、キャンペーンに参加されてる方を見るとね、ちょっと僕は指を加えながらね、羨ましいなとっていう風に思ってることも結構多かった まあ、一応ですね、通常の三井住友カードを持ってるので、参加できるといえば参加できるんですけども、やっぱりナンバーレスの方が年会費もかからないので、まあ良かったりすることっていうのはあるんですよね。なので、まあ、やっぱ使い勝手がいいかなっていうところも、やっぱりあります。なんちゃかんちゃビザって使い勝手いいですよね。で、それも踏まえてなんですけども、やっぱりビザブランドってやっぱかっこいいんですよね。もう正直これ理由になってないですけどね。まあそういった内容踏まえて、やっぱりビザブランド欲しいなって、ぶっちゃけ今なってるんですよ。で、実際にですね、僕 僕、マスターブランドを持ってるんですけども、ビザブランドの追加発行できるんかなということで、まあ、こちらね、三井住友カードの公式ページの、保有カード別追加発行可能カード一覧という一覧表があるんですよ。でですね、まあ、こういった丸三角×というような情報が出てるんですが、実際にですね、ここに現在お持ちのカード、そして申し込み希望のカードということで、まあ、表みたいなのが出てるんですよね。で、今回僕が該当するのはこれなんですよね。 えー、三井住友カード NL ナンバーレス。これが今現在持ってるカード。で、これをたどってって、この申し込み希望カードのところで、三井住友ナンバーレスのところで合わせていただくと三角になってるんですよね。まあ、三角は別ブランド。 ビザ、マスターカードのみ追加発行できますということでございますので、いわゆるその捉え方からすると、マスター持ってる方はビザブランド、ビザブランドを持ってる方はマスターカード、まあ、それぞれ別ブランドで追加発行ができますよっていうニュアンスかなと思います。もし間違ってたらご指摘ください。もしですね、追加発行されましたよっていう方がいらっしゃればですね、コメントいただければ嬉しいです。まあ、この内容踏まえてやっぱりビザブランドが欲しいな、欲しいなっていう風に、 こんなことを言いながらですね、気づいたらですね、もう僕申し込んじゃってたんですよ。さっきの表を見る前に、まあ、いけるんじゃないかなと思って、追加発行申し込んでたんですよね。で、今現在は入会手続き中でございまして、即時発行できるかと思ったんですけども、確かなんか半年以内とかで申し込みをされた方は、即時発行ができないみたいだったんで、とりあえず通常発行で行ったんですよね。 なので、審査の結果につきましては、メールまたは文書で改めてご案内いたしますということでございますんで、もしですね、審査に落ちてたらお察しいただければと思います。まあ、ここ最近ちょっとね、クリストカード作ってなかったので、まあ、いけるんじゃないかなっていう根拠のない自信はあるんですけども、もし、この動画をアップして、ビザブランド発行できましたとか、そういったものがなければ、 あ、こいつ落ちたんだなっていう風にお察しいただければ幸いでございます。もし発行できた場合に関したらどんな風に発行したかとか、まあ、その内容踏まえてまた改めて動画にします。ま、あそんなんなで今回はドトールコーヒーのタッチ決済のキャンペーンについての救済措置について、そしてビザブランドが欲しいですよっていうことについて2点お伝えさせていただきました。ま、あ本当ね、このドトールコーヒーのキャンペーンに関したら、キャンペーンが始まる前からね、ちょっとふわっとした情報だけだったので、ま、あ今回ね、救済措置踏まえて、まあ、いろんな情報がしっかりと出て できたのでもしね該当される方がいらっしゃったら先ほどもお伝えしたようにとりあえず申しデフォームからぜひね申請をしていただいて SMBC デビットカードで決済された方は専用のデスクからまず問い合わせを行ってくださいでね僕は今回ねビザブランドを追加発行を行ったのでまあ、今後どうなるかどうかっていうのは分かんないんですけどももしね発行できればまあ、今後もね、まあ、キャンペーンあるかどうかわかんないんですけどもしっかりと活用させていただきたいなという風うに思っておりますで今回お伝えさせていただいたドットルコーヒーのキャンペーンページそして先ほどね。 追加発行可能な表に関しての URL、こちらも概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました